皆さんこんにちは、小林哲也です。今日もまいさんと一緒にレッスンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、前回はちょっと歩き方とか、プッシュアウェイのタイミングについてやってきましたが、ちょっとね、まいさんのプッシュアウェイがどうしてもこう力が入ってしまって、ボールを腕で振っちゃうんですよね。で、腕で振っちゃうので、ただタイミングを腕で合わせる傾向にあるので、そこをちょっとボールを待つ練習だったり、ボールをこぼさない、落とさない練習ということで、一歩助走っていうのをやってみたいと思います。動かない状態でボールをタイミングを合わせて、自分の腕じゃなくてこの重さをうまく利用して投げるっていうことをすることによって、リリースのポイントが安定してボールを落とさなくなったりするので、ちょっとその部分を直していきたいなと思います。ちょっと一回やってみましょうか。はい、ではお願いします。今あの投球動画見てても、やっぱりかなり腕でグッてこう振っちゃってたんですね。だから腕で振っちゃうことによって、やっぱり体重も乗らない、お尻によく僕は残すとか言うんですけど、そのお尻残すこともうまくいかなくて、振ってしまってただ足が出るだけっていう風になってしまうので、ちょっとこの一歩助走っていうのを基礎的な練習なんですけど、どんどんやっていきたいと思います。多分今のまんまだと、前さんの場合はこうやって構えてボールをポンって下ろしちゃう癖があるので、気持ち上に上げるような気持ち、浮遊感を出す、ポーンと出す、こういう練習、まずはこの練習をやっていきたいと思います。で、投げます、ポーンとちょっと上に浮かす感じで、そう、今もまだ見てもらうと、よいしょ、ボールを引いちゃって、ギュッて引いちゃってるから、もうちょっとふわっと、ふわーっと、はい、もう一回いきます。構えます。構え方すごいいいですね。で、しっかり左手で支えてあげて、ボールを、そう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 、OK です。はい、はい、もう一回いきましょう。そうです、そうです、そうです。はい、今みたいな感じで、まずはあの投げないでちょっとフワーンって、こうするとちょっとこう体重がぐらつくじゃないですか。で、ここをぐらつかないように安定させることもすごく大事です。はい、じゃあちょっと実際ね、投げてみたいと思うので、はい、はい、やってみましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。どうでした、前田、ちょっと投げてみて。今まで結構腕で振ってたっていうのが、ちょっとこれで一歩助走の練習で分かったかなと思うんですけど、やっぱり振られちゃったりね、最初しますよね。なんでやっぱりこういったところの練習をすることによって、プッシュアウェイのタイミングもそうですし、ボールを自分の腕で振らないで足のタイミングで運ぶ練習にもなります。で、この一歩助走をやることによって、やっぱりリリースが一番は安定させることっていうのがすごく大事です。やっぱりボーリングやっていって大事なことっていうのは、その落とす位置が毎回毎回バラバラになってしまったりすると、なかなかうまくあのコントロールできない。例えば同じところ通っても動きが変わってしまったり、そういったことがあるので、そこをちょっとね、あの少しずつ改善できるように今の一歩助走っていうのをやってみました。一歩助走のこの効果っていうのは本当にいろいろあって、手遅れのタイミングとか、そういうボールを曲げるコツをつかむっていうのもありますし、あのこういった、前さんのようにボールをちょっと落とし気味だったり、ちょっとこう安定、リリースが安定しない方にもすごく大事な練習方法になるので、こういった練習方法も踏まえて、ぜひね、一緒にやっていただければと思いますので、引き続き頑張っていきましょう。はい、ということで今日は以上になります。それでは皆様、ご視聴いただきありがとうございました。